ワールドカップの初戦は非常に重要だ。過去、日本代表は2022カタールワールドカップを含め7回連続出場した。そのうち、初戦で勝利か引き分けた場合のみ決勝トーナメントに進出している。皆さんは、その初戦で日本代表が先制点を入れてそのまま逃げ切った試合があったのをご存知でしょうか。ある男の大活躍で岡田武史率いる日本代表は2010年のアフリカの強豪カメルーン戦でそれをやってみせた。この試合のディフェンダーで出場していたベテランの中澤佑二は、実際にあの試合は本田選手のおかげで勝ったようなものですと絶賛した。そう、ある男とは圭介本田こと本田圭介。今回はワールドカップカタール大会の解説でも注目された規格外の男本田圭介の全ての行動の意味がやばいということで探ってみます。2010南アフリカワールドカップでの出来事。有言実行、自分で言葉を出してそれにしっかりといろんなプレッシャーをかけて前に進んでいく。このやり方は僕には絶対にできないやり方と中澤がうなったのは、2010年ワールドカップの初戦でカメルーン戦の試合中のこと。本田が前半34分で1点を先制したが、相手に押し込まれていた時間帯もあり、中澤もこのまま守っていたらダメだと僕も思っていたという。4年前の2006ドイツワールドカップ、中澤は同じく初戦のオーストラリア戦で苦い経験をしていた。その試合も前半26分、エースの中村俊輔がゴールを決めた。そのまま逃げ切れるかと思われたが、残りわずか8分というところで大逆転負けを喫した。親善試合とは違い、ワールドカップの後半は死に物狂いでギアを上げてくるのを中澤は知っていた。そこで中澤は本田に、圭介、攻めてもいいよ、守ってばかりでは負けてしまうからと助言した。普通の選手だったら日本のために守りますよと言うんですけど、圭介は攻めますんで、分かってますんで、僕一人で行きますんでみたいなねと、中澤はこれまでの日本人サッカー選手とは違う何かを感じ取っていた。そして結果は見事に1対0で守りきり、日本代表は最も大切な初戦をものにした。本田らしさが印象に残った試合でもあった。中澤はそのメンタルの強さというか、攻める姿勢を一人でも持っていてと、その時から何事にも動じない本田の鋼のメンタルを絶賛する。本番前の練習試合で負け続け崩壊しかけていた岡田ジャパンを救い、本田の無回転シュートで見事ベスト16まで進出させた。尖っていた男。中澤はあるテレビ番組で本田圭介の印象について、初めて見た時はすごい若手が出てきたなと正直に述べる。そして尖っている選手は良くも悪くもサッカー界には必要と評価した一方で、イラッとはしますけどねと苦笑いする。自身も若い頃レゲエミュージシャンのような独特なヘアスタイルからボンバーヘッド中澤で売り出していた。読売ヴェルディの練習生時代、練習試合で大スターだった三浦知良に生意気な態度を取り、ボンバーヘッドをつかまれ振り回された経験を持つ。その中澤がここまで言うからには本物だ。また一人だけサングラスをかけて登場したり、両腕に時計をはめたり、目立ちたいのもあると指摘した。中澤も本田圭介以来、日本代表に誰もが知っているキャラクターの立ったスター選手が登場しないのをある意味嘆いていた。成田コレクション、もともとサッカー界の大スターでファッションリーダーといえば、中澤の髪を掴んで振り回し、50代半ばを迎え未だ現役のキングカズこと三浦知良。1993年度の J リーグ年間表彰式では真っ赤なスーツで風船の中から登場し、その地位を確固たるものにした。またカズは都内にスーツ保存専用のマンションを購入し、コンビニにさえスーツを着用して出かけるという徹底ぶりでサッカー選手のステータスを一気に上げた。
次にその系譜を継いだのは中田英寿。空港で自慢のファッションをアピール、サッカー以外でも世間を楽しませた。皆さんは成田コレクションという言葉をご存知でしょうか。海外でプレーしている選手が帰国した際に成田空港でファンの度肝を抜くような奇抜なファッションを披露することから日本サッカー界で呼ばれ始めたネーミングです。その元祖は中田英寿。日本代表の絶対エースとして君臨した名選手だが、メディア嫌いで知られており、シーズンオフや代表招集のため帰国した際、大勢の報道陣に囲まれながら矢継ぎ早に質問を浴びせられても表情一つ変えずに無視し、正面を見据えたまま迎えの車に乗り込むのが恒例となっていた。それでも各メディアが毎回駆けつけるのはその服装をチェックするためだった。ある時は地面まで届くマフラーを身につけて登場したり、ポンチョのようなマントを羽織ってロビーに姿を見せたこともある。また海外高級メーカーの日本未発売の最新作で全身をコーディネートし、なぜか片袖だけがないチェックのシャツを華麗に着こなし、足元だけがセッタというアンバランスなファッションでメディアの前に現れることもあった。しかも関係者によると飛行機から降りる前、中田氏はわざわざ奇抜な服に着替えていたという。さらに2010南アフリカワールドカップを契機に日本のエースと呼ばれた本田圭佑が成田コレクションを引き継いだ。両手に腕時計をする独特なセンスで知られているが、当初はいかついサングラスに真っ白なスーツでメディアの前に現れるなど、中田英寿の後継者として存在感を示していた。両腕の腕時計の秘密。晴れていない時でもサングラスをしていることについて、本田は親友の日本代表の長友佑都には、高校の時からやってました、いわゆるカッコつけてました、変わったんやなくてもともとそうやったということを伝えておきますと語っている。それではなぜ両腕に腕時計。当時片方は日本時間で、もう片方はその時在籍していたロシアモスクワの時間かイタリアミラノの時間ではと噂されていた。しかし本田は驚くべきことに、スターになる前の若かりし頃からすでに両手につけていたとされていた。ガンバ大阪ユースの後輩である安田道弘がなぜ両手につけるのかを聞いたところ、本田から返ってきた答えが、片手に時計をつけるって誰が決めたん？だったそうです。一般の人からしたら意味不明ですが、我が道を行く本田らしいところ、常識にとらわれていません。あるニュース番組では同じ質問に、体のバランスが崩れるからと答えていました。さすがにこれは本田の関西人らしいボケでしょうけど。ある日本代表の同僚の証言によると、2つとも同じ時間を表示しており、しかもちゃんと時間が合ってなかったそうです。要するにただのファッションだったようです。親しい友人には、実は憧れているこちらも2つ腕時計をつけているマラドーナの真似だと言っているようです。また高校を出てすぐの名古屋グランパスにいた時に、一つ目の高級時計を家に置いておくのはもったいなくて、見せびらかすつもりで二つ目をつけてました。単純にその時に思った感情のまま動いて結果的にそうなったとも話している。また本田は、最初ね、二つつけた時はバカにされたけどと述べた後に、二個が流行らなかったから三個だったら流行る、ある意味リベンジと本田節で、こんなところでも本田の負けず嫌いの性格が現れています。世界一諦めの悪い男は、2個で流行らんかったら3個でやれという発想をする。決して腕時計を複数つけるということに懲りない。これが本田が夢に挑み続けられるメンタルでもある。そして圭佑本田以降、日本のサッカー界に突き抜けたファッションリーダーはいなくなった。イラッとした男。また本田にイラッとしたエピソードでは、南アフリカワールドカップで活躍した元日本代表の松井大輔もテレビ番組で、おでんをナイフとフォークで食ったことがあるんですよあいつ、その時はイラッとした、おでんの大根をナイフとフォークで切り始めた時は何やってんねんと言いませんでしたけどねと心の中でツッコミを入れたと振り返り、本田と同じ関西人同士笑わせた。これに対し SNS 上では、
海外を見据えて日頃からナイフやフォークの練習をしている。作法の伸びしろや、さすが本田、俺たちにできないことをする、ボケやろ、突っ込んで欲しかったのではという声が上がった。また本田はイタリアのビッグクラブ AC ミラン在籍時のバーベキュー大会でのファッションが話題となったこともある。あるスポーツライターによると、午前練習が終わった後 AC ミランの施設内でバーベキューが行われたんですが、その時のファッションに誰もが目を疑いました。他の選手は短パンに T シャツとラフな格好でバーベキューに臨んだのですが、本田は一人だけ白いシャツに黒いジャケットを羽織っていたんです。どんな時でも本田は本田なんだということを思い知らされましたね。これを見たファンからも、匂いがつく、おしゃれが止まらない、もはや可愛くなってきたと驚きの声が上がっています。サッカースクールをプロデュースするなど子供を大切にしている本田、誰よりも生真面目にサッカーを愛するがゆえに、バーベキューでジャケットを着用することを選択したのだろう。本田はたとえ飛行機の中でも練習場への行き来でも、そのファッションに一切の抜かりはない。サッカーに関して妥協のないことで知られている本田だが、本職とは一見関係のないように思えるファッションでなぜこうも手を抜かないのだろうかという疑問が湧くが、公共の場面、つまりカメラが入る可能性がある場所では常にスターでいることを心がけている。憧れの日本代表の選手がそこら辺の兄ちゃんみたいな格好をしていたら夢を見せられない。そして海外で活躍する時も髪型は2週間に一度、日本からカリスマ美容師を呼び寄せるほどのこだわりようだ。有言実行の男、本田圭佑は多くの人が指摘するように、そもそも思考回路とその行動が普通の選手とは大きく違っている。以前、目標を明確にイメージできたらそれを実現する作業の半分は終わっていると語っていたけどという問いに対して、そうやね、まあどういう意味で半分って言ったかは覚えてないけど、残り半分は努力できるかどうかってところにかかってるから、自分が努力できるっていうのは誰よりも知っている。だからイメージできたらほぼ成功、 50% というよりもそれ以上だねと言い、みんなの分まで俺が突き抜けたろうと思ってると、これも規格外の答え。本田のサッカー選手なら誰でも夢見るワールドカップの実績は凄まじい。日本代表時代には日本人初となるワールドカップ3大会連続ゴールを決め、アジア人のワールドカップ最多得点者となり、アジア人初となるワールドカップ大会連続アシストも達成した。デビッド・ベッカムらに続くワールドカップ3大会連続となる得点とアシストの両方を記録した史上6人目の選手となった。FIFA 選出のワールドカップのマン・オブ・ザ・マッチ数において日本人最多の4回も受賞している。やはり有言実行、規格外の男、圭佑本田である。発想も実績もぶっ飛んでいる。あなたは本田圭佑のこの一連の深い意味があるのか、もしくはあまり何も考えていないかのような行動や言動についてどのように思いますか？よかったらコメント欄で教えてください。